少年に対するセクハラ行為ですね。最高裁まで行ってジャニーズミーシャが負けている。マスコミの役割、報道の役割、怒りがふつふつと湧いてきます。えっとこういうご質問来てますね、えー。ジャニー北川氏の性加害問題がイギリスの BBC のドキュメンタリーで取り上げられた件について質問です。 1>, 1番ジャニー喜多川氏は亡くなっていてこれが事実かどうか証言できない状態ですが今後ジャニーズ事務所が名誉毀損などで訴えることはできるのでしょうかまずあのえー、これ BBC のドキュメンタリー番組それ自体を私ちょっと見てないのでただまあ一応報道されているところからすると少年に対するセクハラ行為ですね性加害行為 と言ってもいいと思いますこれをまあこれがまあ日常的に行われていたということを報道されているんだと思いますはい。でそれが事実かでどうか証言できない状態確かにジャニーさんはこれについて反論できない状況にあるなくなっていますからねっていうことは言えるでまず法律問題申し上げると亡くなった方に対する名誉毀損で訴訟を故障とする場合は嘘と知りつつ表現行為を行ったつまり bbc がですねこれはもう 嘘なんだけども放送しちゃおうということで放送したそういう場合しか名誉さんで訴えることはジャニーズ事務所はできないということはまず法律上間違いないとで他方でこれが事実かどうかって話ですけどこれは残念ながら事実である可能性は極めて高いというふうに思いますなぜそう言えるかというとですねこれ私今回いろいろ報道されるまで知らなかったんですけど訴訟があってそれが最高裁まで行ってジャニーズ事務所が負けていると いううことのようですね訴訟っていうのはこれあの週刊文春「週刊文春」「週刊文春」っていうのはやるときやりますねこの週刊誌はあ間違いの報道も過去を見,た見るとまあ,ありますけどしかしやるときやるなと「週刊文春」は1999年の10月から14週間にわたってですね連続かどうかちょっと分かりませんけど14回週刊誌が扱うってこれなかなかの数ですけどそこでもってあのこのジャニー喜多が さんの少年に対する性加害行為についてを中心とした。まあ、ジャニーズ事務所批判の記事を14回出したんですね。で、これに対してジャニーズ事務所はまあこれはたまらんというわけで、名誉毀損の訴訟を起こした。医師判決は2002年。 うん、3月27日に東京地裁で出ていてここではですね記事の多分中心的な部分なんでしょう証人に対するセクハラ性加害行為は事実ではないというふうにして、まあ、それ以外さまざまな記事があるんですけどその結果文春は880万円の損害賠償を命じられたところがこれ文春側が控訴をして東京高裁でですねその翌年2003年の7月にひっくり返りまして。 そのの肝心の部分、ジャニー喜多川さんが少年たちに対して性加害行為を行っていたことは事実であるというふうに東京高裁が認定して賠償をめじられた額文春が賠償せよと言われた額が880万から120万に減ってしまったんですね。120万の部部、分については一部 記事にそういう事実があることを文春側が立証できなかったということで一部負けて120万は支払いなさいよというふうに命じられたということなんですねでそのじゃあ一部嘘だよと言われたものはいくつかあるようですが日常的に少年たちに飲酒や喫煙を進めているというふうに 書いた記事これは事実と認められないというふうにされたそのために百二十万命じられたんですが肝心要の、まあ、一番、まあ、社会的にも衝撃の大きい部分ですよねえジャニー北川さんが少年たちに性加害行為セクハラを行っているというところをまあ認めたでこれが最高裁で上告受理申し立てがされたんですが最高裁はこれを蹴っ飛ばしたので東京高裁の判決が確定したということになります ですから少なくとも訴訟上の真実としてはジャニー・北川さんは少年たちに性加害行為を行っていたということですね。これは実は大変な事件ですよね。少なくともこの東京高裁の判決が出た2003年の7月当時日本のマスコミがまともであれば大々的に報道されたと思います。そして日本国民の大部分がそれを知ることになった。これは間違いないです。まともであればですよ。しかし全くまともでなかった。 どうしようもないマスコミばっかりだったということが言えると思います。マスコミの役割、報道の役割、これを考えるとですね、これ怒りを禁じ得ないですね。もう怒りがふつふつと湧いてきます。どういうことかというと、日常的に様々な犯罪が起きて、これが様々報道されますよね。不祥事も報道されます。そうするとですね、不祥事を起こした団体とか個人、これは社会的な制裁を受けるんですよ。報道されることによってね。判決だけだと、これは、 例えばこの場合でいうと訴訟を起こした側がジャニーズ事務所ですからジャニーズ事務所が賠償金をもらう額が減ったというだけなんですね。で何の制裁も受けないわけです民事では報道されないとこの訴訟で文春側が大部分勝ったと言えるんですがこの訴訟では大部分勝ったにもかかわらず世間は全く知らないとなぜならば世間の人たちは判例時報なんか読みませんしね絶対に裁判所で判決を傍聴する人はごくわずかの人。 ですよね、そうするとこのとんでもない行為を行っていたっていうことを知る人は関係者などごくわずかの人に限られるわけです。そそうううすするとどうなりままかその人はこう思います、ね、あ自分ってすごい力があるから裁判所がね自分が少年たちに対する性加害行為セクハラを行っているというふうに認定したとしても実際したんですが。 したんんんだだだけれどもどももうってこととなななないい誰も自分を責めないんだなつまり社会で自分は許されているというふうに思うわけですね。ということはこの人は一般的なパターンととしては同じことを続けるなぜならばそれは常習的な性癖である可能性は極めて高いですからねこういったことっていうのはそうすると許されていると思うから続ける。でマスコミもそのことを100も承知マスコミの役割とかマスコミの影響っていうのはマスコミが一番よく知ってますんで。 そういうい重大な判決が出てもつまり社会にとって大変重大な意味を持っている判決が出ても自分たちが報道しなければ誰も知らないほとんどの人が知らないだからその後そんなことを知らない少年の親がジャニーズ事務所に自分の子供を入れるそんしてさまざまなしがらみに絡め取られて多くのなのか一部のなのかは分かりませんけど少年が同じような被害に遭っていくと。 いうことになるわけですとんでもないことだと思いませんかもちろん加害者はとんでもないですが世の中にはねいろんな組織いろんな人がいてこういう悪事を行う人間っていうのはいっぱいいるんですよでも報道されることによってあもうもうこれをやっちゃいけないんだともうこれは許されないんだと言って立ち直る構成するやめるという大きなきっかけになっていくんですよところがその ことをマスコミがしないもんですから長年にわたって続いてきた可能性があるわけですよね。うん、チャンネル登録高評価していただけると励みになります。はい